それが、新人を取った後からはサラリーマンやってました。大学卒業する時だったんで、やって。何の仕事してる？営業です。もうだって本当に朝5、6時に走って、7時半までに会社行って、7時、8時まで仕事して、そこからジム行って、11時ぐらいに本当に家帰ってました。本当にそんな感じでしたね。日本タイトルやる前だって東京ビッグサイトで展示会出たりしてましたからね、ギリギリまで。だからもう本当、もうやっぱ途中きつかったっすよね。なんか朝走れない日もあって、そうすると結局自己嫌悪になる。自分がなんか練習それで負けたりしたら嫌だなとか、結局負けた時の理由があるのが僕すごく嫌なんですよ。なんか世界戦の時もそうでしたけど、負けて満足できる負けと、なんですか、もう理由が出ちゃう負けってあるじゃないですか。その理由の出てしまう負けが嫌なのに、その朝走んなかったから負けたわけじゃないと思う。一つ細かいこと言ったら、でもそれの積み重ねじゃないですか。これがキモいんだよ。でもその時に、1ヶ月前ぐらいですね、ライトリッキーと戦う1ヶ月前ぐらいに、あの1週間だけで、その前に僕のそのロサンゼルスに会社持ってる方が、まあ、応援してくれたりしてて、その人から大輔さんとルディを紹介してもらってて、こいつです、こいつ、これこれミンゴルが、これミンゴルに、そこいつミンゴル今やってますけど、それで1週間だけ1ヶ月前に行ったんですよね、ナイトオリッキー戦う前に。でその時、まあ、短い間でしたけど、すごいこう手応えっていうか、なんかこう、あ、ボクシングっていろいろなんかやり方あるんだなっていうのは思った記憶があって、でももう本当1週間って限られた時間だったんで、やっぱやれることも少なくて。 Not much. I didn't think much of it the first time he came, because I didn't work as much with him. で、まあナイトリッキングに負けて、最初もう辞めるつもりだったんです。本当にもう、まあいつまでもこれを続けられないっていうのがすごいあったんで、きついし、じゃあボクシングでじゃあ金が稼げるかって言ったら、なかなかね、難しい時だったんで、もうやっぱちょっと家族のこととか考えたら、やっぱできないなと思って、まあいい区切りかなみたいな感覚もあったんですけど、普通に家族でご飯食べてる時に大輔さんから、まあ、電話が来て、アメリカから。で、負けちゃったねって言われて、でも、まだまだもっともっと強くなるから、ボクシング続けなよ、アメリカまた来て練習しなよって言われて、ま、その時にまあ思ったのはもう確かに、なんていうんですか、負けた理由がたくさん自分の中でも存在しちゃってたんですよ、その時。もう後悔ばかりが残る負けで、なんか自分がやりたいのにやれない、時間が邪魔してとか、自分のそのやれないっていうものが多すぎて、なんかこれをやってたらっていうのがすごく多すぎちゃって、まあみんなそうなのかもしれないですけど、やっぱり仕事とかしてるとどうしても不可能なものになっちゃうんですよ、自分の気持ちがやりたくても。妥協とかっていうか、もうできないっていうのが多かったんで、それがなんか確かに、それをちょっともうこれで今やめたら一生後悔してしまうんじゃないかなって思って、じゃあやるならもう 100% でやろうって思ったのがやっぱそこでした。本当そこはもうやめるかやめないかっていうのを、やるんだったら 100% でやろうと。それでその後もうトヨタイヘヨのチャンスいただいたんで、もうじゃあやりきろうと思って、もう自分の後悔の残らない試合をしようと思って1ヶ月アメリカ行かせてもらえて。The second time he came, before he left, I was watching him and I thought he was a little better than what I was seeing. So then the third time he came, I watched and I paid more attention to him, and I started seeing that he was way a better fighter than he even thought. He didn't know he was this good. So I told Daisuke,
oh, it will have a lot of power, but you don't know how to use it. So this we're going to use. We're going to train, we're going to work. And he started working, and then even Tito was surprised. Oh, I feel stronger now. で、帰ってきて、もう自分で分かるぐらいガラッと変わって、ボクシングが。もう本当にジャブから、最初から一つずつ教えてもらって、教えた人がこれですよ。ちょっとひどいわ。ちょっとね。でも、そこが本当ボクシング感もいろんなものが変わった瞬間でしたね。それで体を取れて、そしたら、そのリッキー戦で初めて見てきてくれてたその社長さんに僕相談しに行ったんですよ。いやなんかもうボクシングを 100% やりたいんですよって話をして、でも仕事辞めたら家族もいるしって話をしたら、じゃあ講演会作ればいいじゃんみたいなことを言ってくれて、その人がもう本当周りを巻き込んでくださって、それでこう本当にサラリーマンの年収ぐらいを集めてくださって、それでもうこれでボクシングだけ、ただ何年もこれは続かないよってでもその時言われて、あの1年かもしれないし、でも最初2年って約束でやったんですよ。で2年以内に世界取れなかったらもう解散。だからそのみんなその吉田社長の付き合いでやっぱ応援してくれてる人もたくさんもちろんいて、だからすごい危機感はありましたね。だからこそやっぱ余計に2年経った時にまだ世界戦できてなかったらどうしようとか、だからそれこそマックスでやらないといけないって感じで、ケツに火がやっぱつきましたね。それはすごい。世界ランキングも途中まで全然入んなくて、まあなんていうんですか、どうやってやったらこれ世界戦ってどうやってやったらできるんだろうみたいな感覚がすごい疑問に残ってて、でやっぱいろんな人たちの話を聞くようにしてたんで、多分これはこのまんま試合してたらしてるだけでは世界戦はできないんだなっていうのに、いやでも本当あれですよ、悩みましたよ。それはなんかみんなは世界をどんどん期待してくれるし、みんなそこを目指してるっていうか、こうそれを期待してるから応援してくれてますし、でも僕はやっぱこう家族もあるから早く結果をっていうか、まずそこにたどり着かなきゃいけないのに、東洋太平洋を取って WB を取ったらもうやることがないわけですよ。でじゃあ簡単にじゃあ上の選手とやれるかってさ、そんなこともないですし、だからもう本当にいろんな人に話を聞いたりとか、自分からやっぱどっか行ったりとかして、でまあ本当にまあ言うたら帝拳ジムの本田会長にやっぱしお願いしに行ったりっていうか、こうまあどうやってやったら世界戦にできますかねっていうやっぱ相談を、まあ、大輔さんだったりルディたちとしながらいろいろお話しさせてもらって、やっとその時にこう、まあ、その前からもうでもそういうものなんだなっていうのは思ってたんで、やっぱしこうただ待ってるだけじゃ世界戦ってできなくて、なんかお金があればできる問題じゃないですし、やっぱ僕らの階級フェザー級スーパーフェザー級ライト級ってなったら本当にやっぱ海外に出てくことも大事だし、それこそコミュニケーションというかコミュニティがないとできないものなんだなっていうことがすごく理解ができて、やっぱそこからいろんな人とトップランクの人たちとも挨拶するようになったし、まあ本当でもそれは大輔さんとかルディたちがいろいろ教えてくれたからこそだと思うんですけど、ただでも本当にだからどうやったらそれこそ本田会長とつながれるかとか考えたら、もうその会いに行くしかないわけですよね。もう最初なんて特にもうその時点でやっぱ大輔さんだってルディだってお話はしてくれてるわけですし、だからやっぱしアメリカ来た時とかにこう三浦さんの試合とか例えばですけどとか、やっぱ会場がフォーラムとかロサンゼルスであったら僕もその時期に合わせて合宿に行って、でフォーラムの出口で出待ちをするとかして、やっぱしいやどうやっていけばいいですかねとかをやっぱこう相談し始めてからやっぱいろいろ変わり始めたんで、いろいろこうご助言いただきましたし、だからヒントもたくさんもらったし、だからそういうのの積み重ねだったなって本当思いますね。それが今やってたから今がありますし、で世界戦までじゃあ待つ試合を何度か、それでじゃあ定型の興行とかでもやらせてもらったりもして、待ってた時にちょうどこうクリストファー・ディアスとできるかも
どうこうだできないかもできるかもみたいな話になっている時にその時もやっぱ大好きさん言ってニューヨーク僕ら行きましょうやっぱ一緒にニューヨーク行って本当にトップランクの人たちと食事をしてみんなで食事して喋ったりとかその時に試合これ決まるよって言ってもらってそこで世界戦が決まったの具体的にそこで決まりましたそこで日程も言われました食事中はいあ食事の前ですねで7月28日だからって言われてでもうそこからもう本当にスイッチ変えてやってやろうっていうかもうベストを尽くそうって感じでしたやっぱクリストファー・ディアス強いですしもともとその前に大輔さんと見てていやこれ強いねって言ってた選手だと知ってたからまあだから勝てない可能性は高いと思ってましたしでもそういう意味では本当にみんなで作ってもらった世界戦だったんで全てをかけようって感じでしたねその時本当にそういう意味ではなんていうんですかやっぱ自分が足を運んでその人とコミュニケーションを取っていくことっていうのはすごくやっぱメールで話したからってダメだし電話で話したからってダメだしやっぱし人と人とがみんなそういう仕事をしてるんでそういうネットワークでこうやっぱボクシングも仕事ですしそういうネットワークでボクシングの試合ってすごい決まってるんだなっていうのはすごい思うんでやっぱ自分が行かせてもらえた環境その本当に講演会の人たちだったりいろんな人が協力があったからそうやって行けましたしすごいだからみんなの力でできた世界戦だったとは本当思ったんですよねそので自分もやっぱどんどん行動してってたしなんか正確にはですけどやっぱしこういう世界で戦っててなんかまあ僕みたいのが世界チャンピオンになるなんて僕も思わなかったですし、まあ、周りも思わなかったかもしれないですけどなんかやっぱ夢もあるスポーツですしどんどん言ったらもうファイトマネーってどんどん額が大きくなってて自分が手にできないと思ってたような金額になってきて夢がある世界だと思うんですよ本当になんかこうそれはやっぱしもしかしたら日本だけじゃ難しいかもしれない額だしなんていうんですか、アメリカにこだわってるわけじゃないんですよ僕はやっぱそういう意味ではその何回も防衛して稼ぎたいとかっていう気持ち以上にこう夢を見たい方が大きくてだからそういう意味で自分の価値が上がる試合をしたいんですよ意味がある試合だからなんかそれをさせてもらえるのがやっぱし僕の階級だとアメリカのリングとか、まあ、イギリスのリングになるかもしれないですけどそういうところがたまたま良かっただけっていうか本当そうですねトップランクと契約とかなんて本当にもうまずクリスタディアスの試合から本当にもう夢を見てるようでこうあの試合も本当にやりきることが目的だったんで勝った後のことなんて全く考えてなくてでも今現実にチャンピオンになって年末にああやって憧れてた舞台で世界戦やらせてもらえてただまあやっぱその時点で僕にとってはもうなんていうんですか本当に何回防衛するかとかじゃなくて本当に夢を見続けたいんでどれだけ自分の価値をこう上げられるかっていうかこうスターになりたいんですよやっぱここまで来たらだから自分の力っていうのはやっぱ理解してますしなかなか本当に簡単じゃない世界でまだまだ自分の力も未熟だって本当に思うんですよなかなか簡単に勝てない試合ばっかだと思うんですよ世界レベルになったら紙一重だしそんなのけどそういう試合をやりきってきたいんですよねそれで一試合一試合価値をこうなんていうんですか上げていきたいもう世界的な位置に行きたいんですよやっぱりそう思うってやっていきたいと思ってたところでこうやってトップランクっていうお話もいただいて本当になんかこうなんていうんですか夢みたいです全部トップランクの選手なんで僕からしたらトップランクの選手なんで本当にこうなんていうんですかスター揃いっていうかこの前トップランクのホームページ見ててファイターズのとこ見てたらもう全員知ってるわみたいな選手ばかりでそこに自分がいるって本当なんかこう不思議だしでもこれは本当にチャンスで自分にとってなんかこうだからなんていうんですかねもうまだわかんないですねだからずっと自分は多分クリスタディアス戦ぐらい止まってるんですよなんか感覚的にはだから別に自分がチャンピオンだとかってあんまし思わないっていうかだから一つ一つチャレンジをしていきたいって感じですだからいつ終わるかわからない世界ですし本当一戦一戦こう
そういう勝てないって思われる試合を勝ってったら、もしかしたら誰もができなかったスターになれるかもしれないっていう夢を見てたいって感じです。これから。そうですね。まあ本当にまず飛行機とかいろいろこう本当にでもホテルとかもいろんなこと書かれてたんですけど、まあ3年1年3試合契約と3年やらせてもらってファイトマネー、まあでも本当僕が今までなんていうんですか、こんなボクシングで稼げるなんて思ってなかったような額をやっぱこう提示してもらえてて本当にアメリカンドリームだなと思いますし、いやでも本当にロマチェンコとやって本当この前みたいなあの記者会見一緒に同じ場でああやって一緒に出してもらえて記者会見やらせてもらえる、本当今夢のようだなって思いますけど、本当それこそ3年前とか2年前か3年前ですけどラスベガスであのウォータースとニコロス・ウォータースとあのロマチェンコがやった試合とかをラスベガスまで自分たちで車運転して本当自分たちで見に行って、ただ一観客だったのがこの2年間3年間でこうああやって同じ記者会見の場に立てて、もしかしたら試合をできるかもしれないっていうポジションに今いることが本当不思議っていうか、本当人生何があるかわからないっていうか、もう自分でやっぱ道を切り開けば本当にいろんな可能性があるんだなってもう今だからこそ思いますよ。あの時なんてもう夢にも思わなかったんで、本当に一ファンですよね。うわすげえ選手だ、トップランクのスーパースターだっていう感覚でいて、でロマチェンコ自体もその時にウォータースやった時はちっちゃな会場でそれこそファンも少なかったんですよ。だけど今2年3年経ってこの前の試合とか2万人3万人のファンがああやってすごいロマチェンコにリスペクトを示してやりますし、やっぱこう人種とか関係なくてアメリカってもちろん多少あるんでしょうけど、あの十分マーケットとしてあるんだなっていうのがすごい嬉しかったですし、こう自分もいつかって思いも本当にしますし、この何年間で自分の立場もどんどん変わってきて、やっぱしここから先ってもっともっとできると思うんで、本当それを夢をもっと見たいですよね。本当に思いますね。なんかこうやってなんていうんですか、僕自分でまあ見ててもこうラッキーマンっぽく見えたりとかすごくいいことばっかって見えるかもしれないんですけど、やっぱ本当にアメリカのリングって厳しくて、あのじゃあクリスタディアス戦で勝ってなかったらまた終わりですし、じゃあ次の試合で僕が負けたりしたらもうそれで首を切られる可能性だって十分にありますし、本当にこう日本の事務制度とかってなんていうんですか、すごくいい部分もたくさんありますし、日本のボクシング界ってやっぱ選手をすごいなんていうんですか、リングには立たせてくれるじゃないですか。結果を出すっていうことがどれだけ大事かっていうのを、やっぱりそこは本当にもう日本とアメリカのリングではすごい差があると思います。Before you are going to the world title fight, you are confident about that?Confidence, yes, but not overconfident, because also Herring come to fight. He comes to become champion. So I understand Herring, best Herring ever is going to show up. So we have to be ready. That's why training hard is very important, and understanding what he does for the fight time may be a little bit easier for him.So usually it's not easy to change a fighter who has already the career. And how could you make that? Oh, not, it's when you can explain something to the fighter and he understands, you can make a change. If he's capable of making change. But also remember that not everybody can have a speed like Pranav Whitaker.Not everybody can have Edwin Valero's power, so you work with what you have. So if you have, as a coach, my responsibility is to make him better. Every time, a little bit better. So I had challenged him, and he always, you know, become better. So. What's your plan to prepare for this fight? Oh, our plan is to be able to fight
every round hard. So if my thinking is try to win by knockout because it's important for Ito. If Ito win by knockout, then Ito level of champion becomes a little higher for him. Then also that means better opportunity and more fans see him and start to like him more. And I think he has a charisma and ability to be a good champion for Japan and not only for Japan but for the world. He deserves it. まあ、やっぱぶっちゃけたらやっぱ悩ますよねもちろんやっぱすごいワクワクするし気合も入ってるんですけど、やっぱ家族とも会えないし、本当子供にも会えないし、まああえてこっちで知り合いとかを作んだように、まあ、大好きさんにも言われてるんでこうしてて、本当に練習、家、走る、家、減量、もうなんかなんていうんですか、ロサンゼルスで合宿とか言うとすごいいいイメージあるかもしれないですけど、もうめっちゃ家帰りたいです。